第37回全日本自転車競技選手権大会マウンテンバイククロスカントリー調査系2カテゴリーでのレースになりました。メインジュニア、そしてメインユーシー、2つのレース今スタート。さあそれではホールショットどうだ。さあ今正面ピットの方を通り過ぎていきました。ホールショットを取ってくるのはどうだ。野崎か、野崎選手がどうだ。頭を取っている。野崎選手が1コーナー真っ先に流れ込んでいった。ホールショットは野崎選手。さあその前進を先頭、前進を先頭に今非常にいいペース、ハイペースで今こう下りのセクションに入ってくる。さあここから少しサドルからしっかりと腰を浮かしながら右に左に軽快に切り返していくのは野崎選手トップ。このリフト横の試験 S 字もクリア、そしてドロップも今クリアして、この芝すらエリアにトップ3が向かいました。さあ見えてきました。先頭はブルーのジャージを着ておりまして、レーシングトルクの野崎前進。さあそういった選手らを含めた合計3名の選手が現在先頭パックを形成。さあここで右へと旋回してきまして芝すらエリアに入りました。ここは3名とも冷静にレース運びをしています。バイクコントロールをしております3名、こちらが先頭パックの3名、そしてそこにタイム差3秒程度ほどありまして、4番手、そして同じく3秒程度タイムがありまして5番手の選手がつけているという状況。さあ 80% エリアを通過していきまして、まもなくホームストレートへやってきます。さあここでこの3名お互いが先頭交代をどうでしょうか、繰り返しながらというところでしょうか。さあここで先頭はゼッケン201番の選手になりました。さあ内野、そして野崎前進、そして坂本というこの3名の選手ということですね。さあその内野を先頭に行くは野崎、おお、ここで野崎前進、さらに内野をかわして前に出る。いやーここでも譲らない、これがトップだと言わんばかりにギアをかけて上がっていったのは野崎前進。
先頭の野崎前進とこの正面のゲレンデエリアへと入ったところのタイミングではタイムギャップとしては12秒差とその前の周回よりも開いているように見えます。さあまだまだそのタイムギャップを広げていこうかという動きを見せる野崎前進レーシングトルク。全8周回中まもなく残り3周回の周回板を見ます。そして現在コース上には7名から6名そしてさらに減りましたね、5名になりました。さあ少し笑顔を見せるそんな野崎前進が堂々とこのコントロールラインを通過してきました。残りあと3周回。さあそして92秒終了ユニット内野通過してきました。ゼッケン201番。さあこのコントロールライン上でのタイムギャップとしては12秒差となっている。先頭は野崎前進、そして12秒ほどタイムギャップがありまして九州ユニオン CD ユニットの内野裕太となっております。12秒差です。さあ先ほどの周回よりもやはり今ね、新さんの話にもあったようにかなりギャップが開いている。見た目の距離感的にもかなりギャップがまた開いて、野崎はすでに1コーナーを通過、このゲレンデの中腹付近に来ています。そして今内野が1コーナーに入っていこうかというところ、先ほどよりもちょうどこのねゲレンデの横幅1本分ぐらいの距離感になっています。さあ野崎は今ちょうどねこれから折り返してゲレンデを下りながら一番リフトこの試験に入っていく、この試験を軽やかに通過しながら、そしてその内野との距離感を確認しつつ今ドロップに入っていきました。内野は今ゲレンデの下り区間ちょっと足が止まってきたか。内野いやまだまだでもその力強さ勢いまだまだここは何か溜めているといった雰囲気もあるかもしれません。さあ野崎の独走を止めれるか。その野崎はその独走はまだまだ止めることはおそらくできないというそんな雰囲気がしますね。そしてここで2名の選手がレースを終えました。このコース上にはどんどんと選手が減っていきまして、どうやら3名のみ、先ほどと同じくですね3名のみが残っています。そのまさにレースを作ったのがまもなく最終コーナーから立ち上がってくる、そうブルーのジャージを着ているレーシングトラックの野崎前進。その野崎前進が現在残りあと2周の周回板を見てこのコントロール台を通過していく。現在先頭野崎前進。さあラップタイムは2分7秒。ラップタイムは2分7秒野崎前進。6周回を完了して7周回目、残りあと2周回です。そして九州ユニオン CD ユニット内野裕太選手、このコントロールライン上ではラップタイム見てみると1分48秒ということですかね、21秒差野崎前進と内野裕太とのタイムギャップは21秒差となっています。内野裕太ラストタイムは1分48秒、そして野崎前進は2分7秒16、そして続いて男子のユース現在のトップ。ユースではこの選手のみがこのコース上にいるということになりますね。横山拓実選手現在の先頭です。さあその横山選手も今このね最後の